相手は巨大な戦艦です。政党と業界団体で作り上げた巨大な戦艦、私たちは未来の希望を乗せた小さな小舟の集まりです。頑張ろう。自らを小舟と例えた竹内和久氏は、政党の推薦は受けず自民党会派を離脱した若手市議らと共に声を上げてきました。市民の皆さんに思いを伝えて、北九州を発信しないような方に絶対に負けるわけにはいかないですよ。しがらみと既得権益を断ち切って財源を作り、未来を作る子どもと若者に投資していくと訴えてきました。市民の皆さんの声を力に、竹内和久。自民党の推薦を受けた組織頼みの戦いで惨敗した2019年の県知事選挙から一転、過去の自分とは決別したと強調します。選挙というのはその団体組織に頼れれば勝てると思っていた当時の甘かった自分と決別するというのが今回の私の覚悟ですので。市民の声を聞き考えを伝えることを重視し、400回以上の市民との対話、700回以上の街頭演説を行ってきました。組織や団体がなければ勝てない選挙、政治、こういうものを私は変えていきたいと思います。こうした竹内氏を支えていたのは若い力です。20代の3人がSNS に上げる動画を作っていました。基本僕はもう朝一から竹内さん同行してずっと撮って、まあ、夜作るみたいな流れです。毎日お風呂で見て気分上げてますとか言って、はい、褒めてくれるんで。竹内氏やスタッフの活動を5種類の SNS に投稿、見ている層やSNS の特質に合わせて動画を編集しました。直接会える人数って限られてると思うので。また GPS を活用して竹内氏の居場所を知らせたほか、 QR コードを読み取って応援していることを投稿できる仕組みを取り入れるなど、ネット上でも選挙戦を繰り広げました。当初は勝てば奇跡と言われた中、126,839票を獲得して竹内氏が勝利しました。私に票を入れなかった方も、票を入れてくださった方ももちろん、一つになって皆さんが力を合わせていけば、北九州市はまだまだ力強くなれる、前に進めていける、そう確信をしています。私の力不足でございます。改めてお詫び申し上げます。申し訳ございません。自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党の与野党が推薦し、勝って当たり前と思われていたにもかかわらず敗北した元国土交通省官僚の津森洋介氏。国政の場では対立する与野党が相乗りし、選挙戦最終日には立憲民主党の枝野前代表も駆けつけていました。私もですね、自民党の国会議員の方と並んで選挙演説したのは30年も国会議員やってますが、生まれて初めてであります。選対本部長として選挙を仕切ったのが自民党の大家聡参議院議員です。津森さんがみんなを引き寄せてると思いますね。ただ選挙期間中、自民党からは西村環境大臣が告示日に応援に来ただけでした。また公明党の山口代表も告示日に訪れましたが、マイクを握った場所は新人の県議を擁立する門司区で、津森氏の姿はありませんでした。ある幹部は、仲の悪い者同士が一緒に行動する吾越同衆だと表現するほど、まとまりは感じられませんでした。やっぱり自分たちの勝つことしか考えんと思うけどね。高校生を無理やり一緒にした感じが見えてしまって、唯一力を入れて応援しているように見えたのが
現職の北橋市長です。これをするわけだというのは姿勢を取り違えている、民主政府の本質が分かっていない人たちが、そんな人たちに任せてたまるか。4年前の北九州市長選挙の際は北橋市長の横で万歳もしていた竹内氏。市内を二分した選挙の後、北橋市長からどうバトンを受け継いでいくのでしょうか。